チョコ先生です。本日はゲスト7人目、豊真根さん。書きたい字は、総鋭角ポップ隊。ヤバティが歌ってる、あれですね。豊真根さんはツイッターで、パワーポイントだけを使って作ったスライドでね、めちゃくちゃバズってるんですけども、今回お話ししたいなーって言ったら、OK くださったので、ズームに繋いでいきます。あ、聞こえますか？お疲れ様です。お疲れ様です。これ何に載せてます？これ、カホンですね。なんでカホンが家にあるんですか？暇すぎてノリで買ったやつです、ね。演奏してるんですか？いや、うるさすぎてマンションじゃ叩けなくて。ちょっとやったんですけどね。うるさくて、やめました。というわけで。はい、豊真根と申します。パワポン芸人ということで活動しておりまして、26歳ですね。はい、お願いします。はい、お願いします。今日書きたい字は、総鋭角ポップ体でいいんですよね。そうですね、フォントの王様ですからね。フォントの王様だからか。なんかこうちょっとしたチラシ作るときに、はいはいはい、まあ明朝体ではちょっとそっけなさすぎるから、まあまだね、使われがちですよね。そうそうそう、まあ、目立つしね。でもパワポではこれ使わないじゃないですか、当然。まあそうですね、てか僕なんかパワポ入ってないんですよね、そういう舞台。そうなんですか？多分最近のやつ入ってないんじゃないですかね。2016ですかね。そうなんだ、もうないんだ。使いたいんですけど使えないんですよね。ちょっと待って、使いたいですか？いや、使いたいことありますよ、たまに。ツイッターとかのやつだったらこれ使ってなんかしたいなと思ってらっしゃるんですか？あー、まさにまさに。ああ、そうなんだ。そうなんですよ。でそういう意味では意外と登場頻度はあるんですけどね。豊真根さん的に一番好きというか、はいはい、個人的に好きなフォントはどれなんですか？ああ、僕が資料で使うのは、いや、ユーゴシックですね。ああ、やっぱね。ユーゴシックのボールドがまあ一番使いやすいですよね。私も結構本当、まあ、好きは好きなんで、豊真根さんが使ってるスライドとか見てると、うわ、もう本当にこの人好きだなっていうのが伝わってきて、もめっちゃ楽しいんですけど見てて。あ、ありがとうございます。もうものすごい数のあれがバズってるじゃないですか。まあそうですね、ありがたいことにね、結構ありますよね。パッとわかる感じが本当すごいなと思って。はいはい、まあそれが持ち味だと思ってますけどね。本当に、あれはなんか仕事でやっていく中でああやって洗練されていってあの技術が身についたのか、もっと昔から好きだったのか、どっちなんですか？まあどっちかっていうと、まあ仕事やっていく中でやっぱだんだん慣れていったっていう方が事実に近いかなとは思いますね。もう飲料メーカー勤められて何年ぐらいになるんですっけ？4月で5年目になります。5年で作っていく中であんなに洗練されるもんなんですか？もともと好きだったんですよね、多分。あげるのあのパワポももともと好きで、パワポが好きっていうか人前で話すのが好きなんですよね、昔から。あ、そういうことか。あー、ね、話すのがもともとお好きなんだ。そうですね。で、あとまあ面白いものを作るのも好きなので、なんかこうコンテンツを作りたいとはずっと思っていて、でまあイラレじゃなくて、たまたま手近にあったパワポでやってみたっていうのがまあ近いところですかね。へー、なんかあのノートの方に上がってるストーリー作って最後デザイン作るみたいな、まあ大まかに2つ柱があるみたいなふうに言ってたじゃないですか。あの過程ならどっちが好きなんです？おー、まあそれでもどっちかというと実際作る方ですよね、デザインを。へえ。そうですね、まあ、一番好きなのはまああれですね、あの人前でそれを話す時とか、それがまあバズったとか、まあ反響をもらった時ですかね。おー、まあ、一番楽しいですよね。へえ。評価してもらうじゃないけど嬉しいのはあるんですね。そうですね。めっちゃ聞きたいことがありすぎるんですけど、あの総鋭角の総いきますね。宿題の字見させてもらったんですけど、蔵の方は結構バランスいいなって思うんで、一番右のやつが蔵を超えるぐらい長めに書いてくださるとかっこよくなると思うんで、ちょっと何個か書いてもらっていいですか？なるほど。おー、すげえ。感じで全然変わった。いいですね。ちょっとバンバンいっちゃっていいですか？はい、こんな感じで進んではいきます。はーい。あの豊真根さんの、はいはい、あのパワポを見たとき、これ大学生のときにみんな見ればいいのになって思ったんですよ。それは見とけばもっと上手く作れるんですか？この間クソみたいな架空のパワポセミナーの資料っていうやつ上げてたじゃないですか。はいはいはい、ありましたね。ありましたね。
あれよりももっともっと情報量がひどい論文そのまんまパワポに貼りましたみたいな、なんかそれ見てその時はなんでこんなに詰め込むんだろうって思ってたんですけど、あの美しいパワポに多分出会ってこなかったんだろうなっていう気はしたんですよ。はいはいはい。だから豊真さんのパワポをあの見たらもう感動すると思うんですよ。本当学生とか教授レベルのパワポ使ってる人たちがね、恐縮ですね。それはいろんな人に見てほしいなとはめっちゃ思います。あの見てほしいですよね、せっかくなんで。うん、ほんとほんと。あのネタは本当にネタ帳みたいにしてこう日々温めてるんですか？あ、そうですよ。結構まあ本当にしょうがないですけどね、スマホのメモ帳にペロッと書いてただけですけどね。なんかもうめっちゃひらめきでバンバン作ってんのかなって思ってたんですけど。なんでしょうね、場合によるんですけど、とりあえず例えば今日あのミッフィーみたいなサザエさんのオープニングのやつを書いてたんですけど、あの昨日あの佐藤柏店に行ったんですよね。ほう。で佐藤柏がなんかミッフィーのグッズを手掛けてたらしくて、展示の中にそれがあって、はいはいはい。でそれをパッと見た時に最初ミッフィーのグッズだったことわからなくて、うんうんうん、なんかミッフィーみたいな色だなと思ったら本当にミッフィーだったんですよでなんかミッフィーってそれなんかあのカラーリングだとなんか何でもミッフィーに見えるよなって思った時に、はい、ミッフィーじゃないものをミッフィーのカラーで作ったら面白いんじゃないかと思って作ってみたって感じでしたね。なるほどね。その発想力本当すげえなって。でも皆さんから言われてると思うんですけどここをこうしたらこう見えるなっていう風になんか頭の中でちょっと変えてみてる感じがするんですけど、はいはい、そんなことは意識は全くされてないんですかね？いや、まあ意識はあんましないような気がしますけど、うん、そういうことは多分普段からあの無意識にしてると思いますね。へえ。子供の時ってどんな感じだったんですか？ああ、子供、まあ結構目立ちたがり屋ですよね、多分。へえ。それこそさっきの人前で言うのが、うんうん、人前で喋るのがですよね。そうですね、学級委員とかやるタイプでしたね、どっちか。わー、なるほどなるほど。でもその時は別になんかパワポはもちろんあれですけど、道具を使ってっていうのじゃなくても身一つで喋ってたりしてたんですよね。まあそうですね。でもなんかこう壁新聞みたいな課題とかになんかこうやったなって凝ってたような記憶がありますけどね、その頃。壁新聞、はいはいはい、ありますね、なんか学生の時ね。あ、そうですね。なんか僕 自分で覚えてなくて、あの、うん、後輩に言われて、あ、そうや、そんなあったかなって思ったやつがあったんですけど、あ、うんうんうん、戦国武将のなんか歴史のなんか課題かなんかで、戦国武将になりきってなんか自己紹介とかあるあるみたいのを書くみたいなのをやってたようなことをしてて、それがすごい印象残ってますって後輩に言われたことがあります。でも豊丸さんは覚えてないですよね。そうなんですよ、僕は若干そんなあったかなぐらいの感じなんですよね。あ、だからあの本人的には特にふんって感じだけど、周りには結構インパクトを与えてた感じなんですよね、きっと。そうですね。面白いな。ちょっと A 言っていいですか？はい、はい、この中で横に一番長いのってどこか分かります？一番下ですか？そう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 、これをあのオーバーにやるとかっこいいかな。え、めっちゃうまくないですか？いや、そうですか。え、うまいうまい、やばいやばい、もう宿題の字ともう別人。すげえ、いいじゃないですか。あのポップ隊のポップはもうポップって一気にやろうと思います。了解です。ちなみに双鋭角ポップ隊って結構あの双鋭角って切れると思ってる人が多いんですけど、え、違うんですか？角ポップ、そうです、これは双鋭で切れるんですよ。双鋭なんとかって会社が作った、はあ、その角張ったポップ隊なんですよ。なるほど、そうなんだ。間違えられがちなんですけどね、これ。あ、でも確かに、だって、丸ゴシックとか言いますもんね。あ、そうです、そうです、そうです。そうか、そりゃそうだ。核ゴシップだ。うわぁ、違う風に偉そうに言ってることあるんだろうな。今、調べてたんですけど、はいはいはい。ヘリコプターが、はあ、ヘリコプターじゃなくて、え？ヘリコプター。なんか、キリマンジャロは、キリマンジャロ。でクアラルンプールはクアラルンプールやばい、そういうくだらないの大好きです。聖小納言が聖小納言とか、そうです。あ、はいはいはい、小納言は役職だぐらいはなんか認識あるけど、はいはい。私ヘリコプターヘリって言いますよ。そうですね、ヘリコなんですね。ヘリコ。じゃあタケコプターはタケコ？
そういうことですかね。はい、書く多分一瞬で終わります、はい、こことここウニョンって豊真根さんは1回か2回ぐらいで多分できちゃうな。書道やってたんです？やってないですね。やってないんだ。うまいうまい。これあんまりやっちゃうとこう歪んじゃうんですけど、適度なので、はいはいはい、素晴らしいです。ありがとうございます。あの英語のフォントだったらどういう系が好きなんですか？英語あんまりこだわりないんですよね僕。そうなんだ。ユーゴシックと合わせる標準ならあのセンチュリーがいいですかね。あ、そうですね。パワポはフォントありきで楽しいんですか？あー、やっぱりまあフォントは大事ですからね。MS 明朝しか使えないパワポしかこの世に存在しなくなったらパワポは続けますか？続けないかもしれないですね。もしかしたら、まあ、あるいは文字を使わなくなるかもしれないですけどね。あ、そういうことか。確かに文字使わなかったらいいか。嫌いなフォントって逆にあるんですか？嫌いなフォントってまあそのフォントそのものに罪はないので、TPU を間違った使い方されてると、その使われ方を嫌いな場合があります。まあ、MS ゴシックもダサいですけど読みやすくていいですからね。そういう感覚ポップ体もまあ独特の雰囲気はちょっと持ってますけど、むしろあれを使うべきタイミングもあるはずなので、フォント自体は別に好きですね。なんかあれってわざとこうちょっとバラバラになってるんですよね。あ、そうですね。手書きらしいですね、もともと。そうなんだ。デイリーポータル Z にあれの記事があってめっちゃ読んでたんですけど。ポいきますか。ポップ、これもほぼ問題ないですけど、オーバーにすると反ってるんですよね、気持ちですけど、はいはい、その感じが出るとかっちょいいですね。おー、いいですね。ポめっちゃ変わりましたね。やっぱもともと上手ですもん、富山根さん。時間かければまあ割とこう字ってうまく書けますよね、誰でも。富山根さんぐらいゆっくり書いたらね、みんなやっぱある程度は綺麗になりますね。大事ですもんね。そう。ほい、ポップ体のタイ。はい。本の上を結構ウィンと出してやるとかっこよくなりますね。なるほど。はい。おお、いいじゃないですか。いい。なかなかいいですね。もういい。てか本のバランスがもうね、うますぎ。素晴らしい。というわけで、何文字か。とりあえず終わったので、最初に書いた字のすぐ下におさらいとして書いていただきたいと思います。ミスりましたよ。え、気にしない気にしない。あー、あかん。お、できましたね。まあ、でも少なくとも、層がちっちゃいからちょっと不格好ではありますが、いや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 。最初の文字と全く雰囲気は違いますね。あー、全然違う。可愛らしいっていうよりはもうなんかかっこいいもん。うん、確か。いい。全然違いますね。字が可愛いのが、うん、微妙なコンプレックスというか、こんないい年してこんな可愛い字返していいのかって。いや。これでもいいっすね。もう、すいません、あの、突然 DM して、わけのわからないお誘いをしてしまいまして。まあ、あの、わけがわからないのは否定しないですけど。ありがとうございます。これ結構あれですね、一回自分の名前も一回なんかちゃんとやってみようかなという気がしてきました。おー、いや、いいじゃないですか。普通に名字なんですもんね、豊真根っていう。そうなんですよね。詰まってるじゃないですか、豊とかまあとか。あれですよ、画像送ってくれたら添削しますよ。はい、あ、ありがとうございます。はい、というわけで、ね、今日はあのそういうポップで書きながら、はい、パワポの話いっぱい聞かせていただいてありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。